木桜の谷口です。昨年新発売になりました黒玉の PE、今話題の PE、ラインなんですけれども 0.6、0.8、1号と3種類の規格を出しています。で、円筒性にとても優れていまして、あと感度もすごくいいっていう話題の商品なんですけれども、昔の PE と比べてモノフィラメントとあの PE ラインっていうのを組み合わせてるんで、あのしっかりした、張りのあるラインになってます。で、昔に比べるとすごく扱いやすいものになってますんで、円筒釣り、渚釣り、それから磯釣りっていう、多彩な分野で使えるようになってますので、ぜひお試しください。